さよう。あなたのお名前がご自身に思い出されますれば、それにつれて他の一切のご記憶も帰化のご意識の表面に浮かび現れてくるはずでございます。その怪事件の前後を一貫して支配している精神科学の原理がいかに恐るべきものであるか、いかなる理由でいかなる動機のもとにそのような怪犯罪が遂行されたか、その事件の中心となっている怪魔人が何者であるかという真相の底の底までも同時に思い出されるはずでございます。ですからそれを思い出していただくようにお力添えをいたしますのが、正木先生からあなたをお引き受けいたしました私の責任の大事でございまして、私はまたも何かしら形容のできない物恐ろしい予感に対して戦慄させられた。思わず座り直して頓狂な声を出した。何と言うんですか、僕の名前は。